新築マンションなんて持っても意味ないですよっていう人がいるんですよ。月々の返済額っていう部分の数字が消えるんで、中古だから特別なんか利回りがいいっていう話じゃなくて、はい、それでは今日はですね、中古不動産の罠丸1ということで、不動産投資の中でですね、中古物件に関するところの注意ポイントについてですね、お話をしていきたいと思うんですけども、まずですね、こう新築物件を購入した場合というのがどうなのかっていうのをまずこう説明しておきたいと思います。で、不動産投資で新築のマンションタイプの物件を買った場合で想定して考えていきたいんですけども、例えばですね、こう大阪で1900万円ぐらいの物件を買いましたと。で、金利が 1.9% で35年間融資してもらえますよという条件で買った場合、月々の返済額っていうのは 61,969 円になって、で、マンションなんで、こう、定期的にこう、修繕ってする必要はありますし、日々こう、維持管理してもらわないといけないんで、そういう費用も含めて、まあ、一室あたり8000円支払って、オーナー同士で、まあ、そのマンションを運営していくっていう費用がかかってくるんですけど、まあ、一室あたりこの8000円かかってくるんで、返済額と修繕費用を含めてですね、まあ、毎月7万円ぐらいかかってきますよと。で、それに対して月々の家賃が、約大阪やったらワンルームマンションで大体賃料7万円ぐらい取れるんで、7万円こう入ってきて7万円出ていくんで、結局、大して手残りしませんよねって話で、新築マンションなんて持っても意味ないですよっていう人がいるんですよ。で、手残りがないから持つ意味がないっていうのは、ちょっと違うんですね。なので、まあ、この部分に関してはまた別の動画でですね、しっかり解説したいなと思うんですけども、もう一つ、この話でいくとですね、確かにローンを組んでる間っていうのは手残りしないですけど、ローンって35年で終わるわけなんで、36年以降っていうのは月々の返済額っていう部分の数字が消えるんで、7万円家賃が入ってきて修繕費用8000円積み立てていくみたいな感じなんで、月6万円ぐらい黒字になっていくんですよ。っていうところで、36年目以降はしっかりとキャッシュフロー出ますよって話なんですね。っていうところをしっかり押さえておいていただいて、中古物件がいいよっていう話がどんなこと話されてるかっていうのをお話ししていきたいんですけども、本当に中古物件って利回りいいんですかって話をちょっと今日は検証していきたいと思います。で、例えばさっきの物件をですね、購入して15年後、築15年になった物件を中古物件として売り出されてるやつを買ったら、利回りいいですよって言われるわけですよ。中古物件が本当に利回りいいのかっていうのを検証していくために、じゃあ15年後この物件どうなってるかっていうのをまず確かめていきますけども、この条件でお金を借りてしっかりこう返済をしていったら、15年後っていうのは残りのローンが1237万円まで減ってきてるんですね。しっかり返済してるんで。そしてその時に業者がですね、買い取るわけです、その物件を。そしたら1237万円の残りのローンの金額で買った場合っていうのはですね、そこにこう当然こう名義の書き換えとかが入ってきたりするんで、初費用で大体150万円ぐらいかかってきますよと。そしてしっかり業者も仕事としてやってるんで、業者の利益分で相場的にやっぱ300万円ぐらい乗っけてきますよということで、これ合計すると中古で買う時の物件の価格が大体1700万円ぐらい出てくるんですね。で、これを例えば同じような条件、金利 1.9%、 融資期間が35年で組んだら、月々の返済額がいくらになるかっていうと55,446円になるんです。で、これが元々の家賃と同じだけ取れますよってなったら、7万円入ってきて8000円の月々の修繕費用を含めたらですね、6万3000円ぐらいの支払いになるわけなんで、6000円から7000円ぐらい浮いてくるわけですよ。そうすると、いわゆるキャッシュフローがいいですよねっていうふうに言われるわけなんですけど、こうすると要は前のオーナーが15年間返済してくれたわけですけど、その間ってもう築15年になってるわけです。で、そこから35年間、ローンをまた組むわけなんで、これ合計するとですね、50年間ローン返済期間になるわけですよ。そうすると築50年までローン返済期間になるんで、完全にこう黒字化していく、家賃収入が完全に入ってくるっていうのは51年目以降になってくるわけですよ。ってなってくると、一概にこれ中古の不動産がキャッシュフローいいですよみたいな話ってならないんじゃないですかって話なんですね。もう一つの考え方をすると、15年間前のオーナーが返済をしてくれてるんで、残り35年間のローンだったんで20年間残りローン支払うわけですよ。で、20年間の残りでローン約1200万円を残り20年間で返すところを、そこから35年間のローンにこれ借り返したみたいなイメージですよ。そうなってくると15年間これ返済期間が伸びて、
1000、まあ、700万になってますけど返済していくわけなんで、それは当然前のオーナーよりも借りてる金額少なくなるし、返済期間が同じなわけなんで、それは当然返済額っていうのは減るわけなんで、まあ、キャッシュフロー的に見えてくるのは当たり前なわけなんですよっていうところなんで、何もこれ出てくるっていうのはですね、中古だから特別なんか利回りがいいっていう話じゃなくて、ちゃんと図式理解したらそれは当たり前やって話なんですね。本当に確かにこう利回りがいいような中古物件も存在することはあるんですけど、それはですね、一概にこう中古だからってわけじゃなくて別の理由で存在することあるわけなんですけど、中古物件じゃあそれで利回りいくら買ったらいいんかっていうと、中古物件に関してはそれ以外たくさんこう見ないといけないことがあるんですよ。で、事業的にやる場合だったら消費税に関する問題も出てきますし、事業用関係なく中古物件というのはいろんなリスクが潜んでますし、で不動産に関する書類っていうのは基本的には偽造っていうのはないはずなんですけど、中には嘘の書類が入ってたりすることもあるかもしれないですし、場合によってはですね、買った物件がですねすごいなんか問題を抱えているような場合の可能性もあります。で、実際にそういうふうな物件をですね、中古物件で買っちゃってるような方っていうのも過去僕お会いしてきてるんで、本当に中古物件買うときっていうのは、まあ、利回り以外にも検討するポイントというのがたくさんありますんで、利回りだけでですね判断するっていうのはですねやめた方がいいかなというふうに思います。はい、で他のポイントについてはですねまた別の動画で解説をしていくんですけれども、まあ、今日は不動産に関するテーマでしたけれども、まあ、いろんな経営に関するテーマですね、やってますんで、ぜひまた日々経営の中でお困りごととありましたら下の概要欄の方からお問い合わせいただければと思います。はい、ということで今日は以上になります。経営者の味方、上杉でした。